れちゃう、カズヤで、アダス、ウータ、ウェラーズ。はい、ということで本日のゲストはウェンパレンパさんです。ありがとうございます。いやいやいや、もう準レギュラーです。本日の企画は、お菓子を食べながらウェンパルンパさん深掘りしてみた。ちょ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 、え、このグリーンバッグのままお菓子企画、このままいきます、このままいきます、はい、逆に、うん、まあちょっと今コロナでね、大変なご時世ですけど、はいはいはい、行きたい場所とか、うん、あ、その時は聞きます。ハワイに行きたい。ハワイ、あ、いいですね、ハワイ、ハワイ行きたい。いや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 、行けないよね、無理です。じゃあ待って、いくよ、3、2、1、はい、おー、熱い、焼けた、焼けんの早っ、焼けんの早っ。他にみんななんか行きたいところとかある？え、イタリア行きたい。はい、いやー、やば、イタリアでお菓子食べる。フランスは、フランス、フランス行けない、フランスは行けないよ、さすがに。はい、おー、ボンジュー、ボンジュー。ちょっと宇宙にも飛ばして、宇宙に、宇宙は無理よ、宇宙、宇宙、宇宙、地球からは出れないから、さすがに。はい、おまあ、これからお寺からウェンパさんにちょっとこういろんな質問を投げかけるんで、はい、視聴者さんが見てもう全然わかんないところとか多分出てくると思う。怖いですね。そこをちょっと深掘りさせてもらって、はい、デリカシーないですからこの子に。あ、全くデリカシーないんで、ボロが出る可能性がある。バカバカいきます。ちなみに NG あります？ NG はない。いや、かっこいい。嬉しい。それではお菓子を食べまーす。シュート、ダニエル。まず最初はもう、はい、ウェンパさんの自己紹介的な感じの個人情報的な。そうですね、まず出身はですね、愛知県でございます。愛知県、ね、そう、名古屋出身で21歳ですね。21歳、はい、TikTok のね、うん、あのコメント欄とかに、お、ウンパルンパって40歳にも見えるし高校生にも見えるし、まあいろいろありますけど、ピチピチの大学生ですね。なるほど、そうなんですね、はい、愛知県の大学。あ、そうですね、愛知県の大学で、普通にもう大学は4年で通っております。なるほど。何年生まれですか？99です。98だ、1個上。ウェンパさん、いつから TikTok 始めたん？あー、なんかすっげー上から来てる。さあ、TikTok は本当に1年前ぐらいだな、去年の、5月ぐらいか。1年で100万超えてるんですか？いや、すごいな。まあ、ちょっと正確に言いますと、10ヶ月で100万。やべー、やばいやばい、鼻がブーン、僕ももともと先生の真似とかやってて、で、なんか友達がちょっとなんかお前なんかモノマネ系をやれよみたいな感じで言って、最初は著名人のモノマネをやってたんですよ。そしたら見事にバズんなくて、謎の自信があったんで、なんか腹立つなと思ってたら、なんか TikTok あるある系の学校やってる方がいて、うん、あ、これはいいなと思って一気にもう10本投稿したら、そのうちの1本がババババズって、バズって言い上げましたね。まあ言ったら一応、じゃあモデルみたいな人いるんですね。あ、まあそうですね、今までの経験してきた方、うん、まあでもまあ妄想ですね、ウンパルンパ高校の教員たちです、全てこれが妄想で、ウンパルンパさんって、はいはい、なんでウンパルンパなんですか？あー、もうそれめっちゃよく聞かれますね。キャラクターがいまして、で、それにもうめちゃくちゃ似てるやんみたいなコメント欄であって、うん、まあ、最初はなんかもう本当にもう何でもいいかみたいな感じでウンパルンパにしたら、まあ、そっからありがたいことに多分5月から7月ぐらいがもう一番もう伸びた時期で、もう超伸びちゃったね。まあ、なんか変えるに変えられちゃって、あ、まあなんか響きもいいし、うん、まあ、今ではナンパルンパとか言ってるんだよな。ナンパルンパじゃねえよマジで。ナンパルンパやテンパルンパや浮いてるんぱや浮いてるんぱ。なんか可愛い女の子たちと一緒にこうやってダンスしてると一人だけ浮いてんじゃねえかみたいな。あ、その浮いてるんぱ、ね、その浮いてる。あの、ウンパさんはどの時期ら辺で事務所さんにスカウティングの目が来たんかなって。そうですね、うん、スカウティングの目は大体多分5月6月ぐらいですかね。DM で、まあ、はいはい、お誘いをいただきましてですね。向こうから来たんですか？あ、そうですね。まあ、一応ちょっと、4つ、5つぐらいからです。やばい。ナンパルンパされたの。鼻がスコーンと思うんですけど。ナンパルンパされた。ナンパルンパされまして、僕やっぱ何にもわかんないんで、そうですよね、事務所とか。うん、ただまあ、いろいろ面接させていただいて、もう今の PPP スタジオ様がね、本当にもう、非常にいい方というか、あ、ここだってなってね、もう、所属させていただいております。え、それはもう TikTok の。そうですね、TikTok がメイン。メインの事務所、インフルエンサーみたいな、そうです、TikToker がメインですね。彼女いるんすか？俺も気になってたのよ。ルンパさん、彼女いるんかなと思って。彼女は、いい、いい、まあ、
どこで食うてんねん。どこで食うてんねん。本当にね、性格悪いです。すいません。でもこういうとこ好き。彼女いるんすか。いません。あー、やっぱ絶対嘘やん、その絵。わざとらしい。だって最近可愛い子とめっちゃコラボしてるから、絶対この中に彼女いるんだろうなって僕勝手に思ってましたけど。誰か読んでる。誰か読んでる。何にもないですから。なんか完璧なもない。いや、俺彼女本当に高校1年生がもうラストなんで、そっからずっといないです。どういう人ですか。あ、それね、まずはですね、見た目的なところで言うと、目がまずパッチリしてる。目がパッチリしてる。身長やっぱ僕ちょっとまあね、ちっちゃいんで、まあせめて同じぐらいか俺よりちょっと低い。なるほどね。あとはすごいしょうもないことでも笑ってくれる。ああ。性格的なとこはどうですか。これ絶対外せないなって、うん、それがすごい気になる。公の場とか行った時に礼儀がなんかちゃんと、マスト、教養はマスト、うん、とか。これ教養って礼儀ないよ。むしろ失礼だよこれ。ちょっと変えようよ、切り口を。はい。サッカー始めたのはいつですか。5歳です。おお、5歳から始めて、で去年の10月ぐらいまでやってたんで。だから大学途中までやったってこと。そうですね、大学3年までやってたんで、すごい。14年か15年ぐらいですね、歴としては。歴としてはなんですけどね。まあでも途中まで野球実はやってました。どういうことですかそれ。小学2年生まではサッカーと野球をもうマジで運動が大好きなボーイで、すごい。どっちのクラブチームにも行ってて、小3ぐらいでも親がやっぱりもうその送り迎えもそうだし、まあお金的なところもそうだし、もうそろそろもうどっちかに絞ってくれと、もう言われ、野球って本当に自分の回ってくる番が少ないじゃないですか。それが俺がもうすごく嫌で、サッカーを選んで、そこからもうずっとサッカーですね。だから本格的にやったのは小学3とか4ぐらい。はい、なるほど。まあその野球はその1打席にかけるっていう面白さもある。ああ、やべえ。あのうちのユータちょっと野球だし。ああ、なるほど。サッカーも素晴らしいんだけど。僕も質問あります。はい、ザ・インフルエンサーじゃないですか。はいはいはい、一番何が変わりましたか、その生活が。でもあんままあコロナなんで外出はしないですけど、前ちょっと気まずかったのが、あの温泉に行きまして、脱衣所ですね。まあ脱衣所ですから、まあ当然まあまあお互いね、そういうわけです。あ、もうウンパルンパになってる時に、まあやっぱちょっとまあ温泉でマスクもできないじゃないですか。で、それちょっとえみたいな、まあちょっとなっていたりありがたいんですけど、その状態で、すいません、あの一緒に写真撮ってもらって、ちょっと待ってよ。お互いウンパルンパの状況って、まず服着ましょうか。まあやっぱりあの学生さんとか、やっぱりその TikTok とかその YouTube とか見てる世代の方ですと、もう結構声かけられるので、もう本当に嬉しいですね。もうなんか、どの年代が一番多いんですか。高校生、大学生ぐらいですか。もうめっちゃ嬉しいですね。最初に声かけられた時はマジ今でも忘れないですね。グランドで普通に TikTok の撮影してる時に、普通に遊びに来た高校生が、駆け出しのもう20万ぐらいの時に、ウンパルンパさんですかみたいに言われた時、マジ嬉しかったですね。もうテンパルンパになっちゃいました。もう俺から、おお、写真とか撮るのみたいな。サインは大丈夫ですみたいな。どういう生活してるんですか。確かに大学生もやってね、部活やってた時は部活があったんで、もう部活やって、今は授業がある時はまあ授業、それ以外は暇してますね。そこはもう全部撮影ですか。お仕事いただけたらお仕事行って、で撮影したりとか。でも撮影も僕本当にもう短い時間でもう大量に撮るんで、マックス何本ぐらいですか。2時間で88本。88本撮りました。すげえ。そんなことできるの。そんな撮影できる。休みあるんですか。あ、もちろんもちろん。休みあるんですね。全然ありますよ。休み日はもう海でね、海でたくさんして、海でして、いやー嬉しいっす。あの今そのインフルエンサーになって、はいはいはい、すごい方になっちゃったじゃないですか。いやいやいや、まだまだです。はい、ありがとうございます。周りにいる家族とか友達っていうのはどういう反応。いや、もう、あの、家族、まあ、特に、お母さん、お父さんは、もう、俺が最初 TikTok 始めた頃は、もう、大反対というか、親の世代だと、やっぱり TikTok ってやっぱ分かんないんで、何みたいな。で、俺が、その実家の部屋で、一人で、この、携帯の前で、おい、ダニエル、何やってんだよっていうのが、あの、リビングから、おい、ダニエル、何やってんだよみたいな感じで、やばい子だ。聞こえてるから、もう、俺がご飯食べる時、
あんた何しあんた何一人で喋ってんのみたいな、まあ、実はちょっと TikTok ってやつで、まあ、ちょっと今バズってきて今ちょっとやってるんだよみたいな、あんたもそんな変なことしないでよ、勉強しなさいみたいな、ぶち切られて、まあそうっすよね、まあもうしゃあ、まあ、難しいなみたいな感じだったんですけど、でも僕ちょっと親友がいるんですけど、その子にもう俺やっぱもうやめた方がいいかなみたいな話したら、いやお前は絶対もっとビッグになれると、うん、もう熱い言葉をいただきました。ああもうじゃあやるしかないと、もういい意味で無視をして突き進んで今120万ぐらい突破してきて、やっぱりそしたらもうお母さんお父さんも今ではもう毎晩 TikTok、 めっちゃいい話、本当に親の反対もありながら今では応援してくれてるので、うわすごいな、もうやっぱその責任というか、だからこそねやっぱりもっともっとインフルエンサーとして頑張っていきたいと思ってます。素晴らしい、かわいい、かわいい女の子見てるかな、おっとやばいっすよそれ、最後そこやねん、着陸そこやねん、はい、まあそんなところでいいでしょうか、結構いやー、視聴者も全然知らないところとかは多分好きだと思うので、うん、初公開、初公開もいっぱいあるんで、ありがたい、はい、俺らのチャンネルで、ホットネンパさんの SNS の URL も概要欄貼っておきますので、どんどん遊びに来てください、お願いします。それではこの動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。お願いします。それでは終わりましょう、せーの、ウィナー、ナンパルンパ、ナンパルンパではない。